皆さんには、オリジナル楽曲を、完成、させてほしいです。でテーマ的には、まあ、ブランニュー、バンド BBS の、ストーリー性もちょっと、かましたいので、まあ、未来の自分たちのストーリーをどう描くかっていう部分を、コンセプトに、ここ2日で、作り上げて、もらえるかなと思っています。で多分今一旦これ作ってちょっとメロ乗せてみようと思ってると思うんだけど、そうじゃなくてこれに合う最高のメロを作ろうの感覚で多分やらないとやばいのかなみたいな。キラーワードがない感じがしたんで、うんうん、もうちょっとパンチラインの効いたワードを出してほしい。とにかくなんか視野を超えてるとも思わないし、なんかこう超えそうになる要素がなんか俺の中で全然見えない、うん、一番来るのオーラすごい、完全にあの意気消沈してるから、そこはもう落ち込んでったらもう落ち込んでいくしかなくなるから、そこじゃない、そこをね、やっぱり顔上げていかないと。ファンだったりとか、はい、この番組を見てくれる人にやっぱトーテンポールの言葉の良さ、うん、言葉の説得力を聞かせるには、逆に言えばこの BPM じゃなくてもミドルの曲とか、まあ、それこそバラードとかもうちょっと泣かせに行ってもいいんじゃないとは、なんかライブをすごく意識した曲だと思うね。まだちょっと今のこのレールをまだまだ舐めてるのかなっていう感じが、なんか夏休みの宿題やってるような感覚なんじゃないかな。じゃあなんか僕らのこのまあスタッフ陣の思いがあんま伝わってないのかなっていう楽曲でした、正直。皆さん、ね、楽曲制作いい感じですか。もうあと時間もなくなってきてるんですけど、まあ、ここはですねちょっと一回楽曲制作のこと忘れてバーベキュー大会していきたいなと思ってますで、皆さんそれぞれいい楽曲できることを願ってます。乾杯。乾杯。お疲れ。うまっ、うん、やばいやんこれ、うまっ、はじける肉汁。書き直した方がいいかもね、歌詞。ああ、今書き直すつもり。あ、光さす方への歌詞を取ると、うん、でなんか、よりなんかいいのが見つかるんだったらそれにするのか、うん、輝く一つの光、うん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 、あれあれあたり見えるきらめく光たち。難しいし喉の限界きそうっすね。バーンって落ちてバーンって上がるみたいな。めちゃくちゃライブも悪くてクソドベで、合宿中もほぼドベでそれでグランプリ取ったらすごいよね。逆におもろいけどマジで巻き返したいわ、ね、本当にグランプリ取りて。でも自信はついてきた、曲にさっきよりも、うん、どう順調。やばいっすね。あれで今新しく作ってるのまた。そうやめたの。ダメだって言われたなんか最初にやってた曲はめっちゃトーテンポールっぽいなと思って、ね、そうでもぽすぎてなんかなんだろう面白くないみたいな皮むけてねえなって、うん、そう同じ曲でやるってよりも違う曲でやりたいって曲
気持ち悪いんですけど、うん、俺ら逆に逆にそのまま押し切ろうって感じになる。ああそうなんです。良くなかったところ全部直してやるって感じですか。その曲でやるんですよ。まあちょっと聞こえてたと思うけど、はいはいはい、あの感じの曲で